はい、ということでですね、今日もですね、ちょっと紹介していきたいと思います。今日は何かというと、こちらババン、セブンイレブンさんで購入させていただきました。あ、これはね、ちょっとレシートがねえわ。え、ちょっとわかんない。100円ちょっと、110円とか120円ぐらいだと思います。あの、セブンドーナツっていうのかな。あのセブンイレブンさんのですね、レジの周りに最近ね、ドーナツがありますよね。そのドーナツの新商品でございます。ハロウィン的な感じですね。セブンでハロウィンと書いてありますけどね。はい。黒猫ココアドーナツホイップということですね。よし。開けてみたいと思います。こういうのね、まあ失敗する可能性もないんで、あるんですよね。なんか、ハロウィン乗っかりすぎちゃってみたいなね。感じで。だって黒猫？さて、このパッケージですからね。これから撮ったらですね、もう普通のですね、黒いですね、まあ、ドーナツっていうね、感じですけど、ドーナツの、あの、穴が開いてないですね、こういう感じのね、こういう感じのものでございますね。はい、ちょっと白いね、粉がかかってますけどもね、さあいただいてみたいと思います。いただきます。ドラ焼きみたいな、なんか。僕、ドラ焼きみたいな感じですね。はい。いただきます。うん。あ、クリームがね、はい。まだクリームまで到達してございます。なんか上の方にあるよね。これなぜでしょうかね。中心部よりかなり上にありますよね。なんででしょうか。うん。たまたまですかね。うん。まあ、クリームホイップ。まあ、なんかね、ドーナツなんだけど、パン、まあ、なんかパン食べてるって言ってオーバーですけどね、なんか普通すぎちゃってね、まあ、クリームはすごい滑らかで美味しかったですし、多分このココアと合うのかなと思うんですけれども、まあ、あんまりそうですね、ココアがそんなに別に好きな方面じゃないからかな。まあ普通でしたね。はい。ありがとうございました。まあまあまあ、まあ僕の感想ですか、個人的な感想ですか。まあハロウィンってことで、これね、子供にね、あげたらね、わーい、黒猫だ、わーい、あー黒猫だー、黒猫さんとお話しよう、にゃー、猫ひろしなら答えてくれたのにーって言うじゃないですか、子供が必ず。言わない言わない。ね、まあ喜ぶのかなと思いますけどね、今のくだりは何だったか。感じですけどね、もうかなり無理がありますけどね、もうなんとかね、この動画一本ね撮るのにごまかそうってだんだんアップしてきて、なんか生まれるかな、なんか生まれるかな、なんかアップしたことによってこの動画が助かるかな、助かるかな、にゃー、はい、ということで、大丈夫だと思います。はい、ありがとうございました。今2800人ぐらい笑ってると思います。ありがとうございます。ということで、今日ご紹介いたしましたのはセブンイレブンさんセブンドーナツからですね、ドーナツ黒猫ココアドーナツでございました。ありがとうございました。すべての神々をこの指に参る。ストップダンス。